はいどうもこんにちは、G です。ということで今日はですね、こんちゃんの動画となるんですが、このこんちゃんが、5体もいるんですよ。なんでこんなにいるのかっていうですね、ちょっと軽く説明しようかなと思うんですが、まずは、いつも使ってる19年シリーズ1のこんちゃんですね。 SP 開放していてプラス600になってるんですが、まあ、キャッチャーができたりとかするんで、まあ、日ハム純正でキャッチャーで使ったりだとか、あとはラインドライブオーダーでキャッチャーとかでずっと使ってました。で次がですね、2020年シリーズ2なんですが、これがキャッチャー適性がなくて広角を持ってるんで、まあ、割と、今まで通りの普通のこんちゃんかなっていう感じです。で3つ目がですね、これが、まあ、キャッチャー適性がなくて広角を持っていないコンちゃんになります。でそのシリーズと同じベスト9のコンちゃんですね、まあ、広角がないコンちゃんになります。なんでこの2つを残してるかというと、まあ、同じシリーズで広角がないっていう感じなんですけど、確か動画で、まあ、日ハム純正で通常背景のオーダーを作るのに極みにした記憶があります。でそのまま同じシリーズで、まあ、スピリッツがプラス100の3900になっていて、ここちょっとあんま記憶ないんですけど、確か、まあ、スピリッツが最新なんでリーグで使ってたような記憶があります。基本的にはこの真ん中の3つのシリーズは全然使ってなくて、まあ、ほとんど使ったのはこの2019年ですかね。キャッチャー適性があったっていうのが確か2015年から19年シリーズ1まで、まあ、保守適性があったと思うんですけども、でその後19年シリーズ2から、去年の21年シリーズ2まで、まあ、適性が消えていました。それが今年になって適性が復活したっていう感じなんですけども、じゃあどのシリーズから、最新に継承するのかって話なんですが、それはもう決まってて、この2つがですね降格なし で単純にスピリッツが低い方の、21年シリーズ2の通常を最新に継承しようかなと思います。いやどうせならですね、5体持ちっていうちょっと意味ないこともやりたかったんですけども、まあさすがにまあ継承とか4体持ちもしてたんで、まあ A ランクがなくて、それは今回はできなかったです。でちょっと2019年と最新の方でですね比べたかったんですけども、もちろんまずはスピリッツが違います。でミートに差はあるものの、守備はですねそこまで違いがなくて、まあ、むしろ積極になってるんで、ここはいいかもしれないなと思いました。あと特殊能力はこんな感じで、ここもそんなに違いはなくて、ただ白熱の発動率が、まあ、100% っていうのがまあなくなるんで、全出しが最新の方は少し減ると思います。まあ、でもそんなに変わりはなくて、19年の方は全出しでミートがちょうど100ですかね、カンストして、で新しい方はミートがプラス17で97まで上がるんで、ここはですね、まあ、全然気にはしてないです。だから正直使い分ける必要はですね全然なくて、新しい方だけ使ってればいいんですけど、まあ、やっぱ19年の方はスピリッツ解放とかもしてずっと今まで使ってきてすごい思い入れがあるんで、まあ、ちょっと使い分けていこうかなとは思っております。じゃあもう継承の準備はですね済んでるんで、継承していきたいなと思います。すべてマックスで OK ですね。まあここはそんなに未練があるシリーズではないんで、まあ普通に継承で良かったかなと思います。で、まあ、あとはいつも通りですね経験値でマックスにして完成です。極みになりました。あれ純正対決じゃないこれ、待てよ、覚醒の佐藤投手上全く急所上がらんわ。カーブスラーブスタイルフォーク、おーなるほど、ツーシームはないと。いきますか西川さん。最近ね西川さんさ動画の出演率めっちゃ高いからね、汎用性が高いのスラーブ、思いがけずね本当に純正対決で嬉しいわ。全球ストライクかこれは。オーケー、さあこんちゃん、選球眼のみと走る。ここ森選手だね、キャッチャーね。いやストレートで来ちゃうか、頼むぞ。ノーマルだ、ストレート、ストレートじゃねえや、やばい。あーもうノーマルスタートだったわ、ランナー消えちゃった。まあいいか、メインはこんちゃんだから。おい、あ切れるな。てかさスピリッツが4423、それで負けてるってやばくない。さすが純正同士だわこれは。オッケー、フルカウント、さあ怖い、いくぞゴンちゃん。あーミスった、抜けた。ちょっともう意外と落ちたね。フォークが黄色と覚えとかないと、あとはスラーブの変化量も黄色と。オッケー、いやー打線がつながらなかったです。2回表いきましょう。投手は吉川投手、大好きな投手吉川投手ね。ほい落ちる、ツーベースかな。この吉川投手ね、ツーシーム、これツーシーム持ってるんですよ。しかも結構動くから強いっていう、いいね西武純正。もうそろそろスタミナなくなり、まだあるな。失敗した、打たなきゃよかった。広角出てます。吉川光雄投手から打つぞ。はい、よっしゃナイス、さすがオーバンド。ほぼ動画では打つオーバンドだね。はい、でここは交代なしでいきます、つなげます。フォークが全然落ちないからね、そこが怖いわ。うわ真ん中はちょっとびっくりした、めっちゃドキッとした。ピッチャーが変わります。あタイピン出なかった、持ってるよね森脇投手、押せんかった、やべやべ。おー超タイピンチだね。すげえ西武純正マジですげえ。
フォークがだってさ変化量マックスでしょ。すごくない？全然曲がんねえし。フォーク怖え。ここつなぎて勝負してくるのか。よっしゃー、ナイス。いや西川さん毎度毎度大活躍で、ランナーがいてミート86か4423、まあ、結構いいんじゃないですかね。結構散らしてくるね。インコースアウトコースある。ナイス、広角発動してたから。あー、なんとか似合うんだじゃない。動画の仕事は果たした、こんちゃん。オッケーオッケー。ただね、タイピン4点入ってるけど怖い。ジェームスの応援歌もかっこいいし、マジで最高だ。はい、はい、オッケーオッケー。危ね、平投手か。いや、さっきのね、ジェームスがなんでゴロになるかというと、あれね、早いんですよ、タイミングが。そうそうそう、まあストレートは大谷投手だと思ってても大丈夫。あー、入ってる。やべ、入ってるか今。うわ、しかもタイピン持ち。あと4点でしょ。あ、やば、マジか、ミスった。8本打って4点、少な。うわ、鈴木さん来た。あ、うんとね、鈴木選手は確か僕が小学生の頃に初めてホームランを見た選手ですね、記憶によると。あー、ホームランでもよかった。さあ2射目いきますか。さあ爆打ちしよう、爆打ち。宇都宮投手、おー、苦手だ。はい、ファールか。宇都宮投手はね、ちょっともうちょい慣れないと僕は打てないかもしれない。なんだか苦手なんだよな。うお、ストレートだ、びっくりした。焦った。あ、いいね、スピリッツも結構高い。びっくりした、シンカーしか張ってなかった。スクリューか。ここは走らずにちょっと集中するわ、バッティングに。おー、よかった、走らなくてよかった。警戒するよね、やっぱね。はい、どうだ。よし、超えた、ナイスヒット。ブラマジギリギリ打ってんね。超大ピンチ、怖え。これ僕も怖えっさ。うわ、間違った。うわ、すお、抜けた。ちょ、間違った、完全に打ち方今。待ってよ、2球連続失投が来ちゃった。これはホームランチャンスか。いや違う、いや、ただのミスかこれは。あ、わかんねえ、どうなんだろう。ない、ナイスヒット。さあガッツ1本で終わり。なんだかんだノーアウト、いくぞ、ホームランで終わりだから。あー、ヒットか。なんでこんなにさ、ミート合わないんだろう、宇都宮投手って。松井投手の変化量マイナス1。まあ宇都宮投手、いや両方ともやだな。あ、こっちか、そっちタイプね、通信持ちの方ね。はいはいはい、だいぶ懐かしいこれは。ミスター、マジか、ワンアウトなっちゃった。まあいいや、3点目。あと下方向フォークだったっけ。びっくりした、フォアボール。さあ頼むよ、バンドはお願いします。右バッターか、糸井さんの方がよかった。いや、オバンドで十分でしょ、十分というか最高でしょ。見ててくれ、来た、あれ。4点目。まあ糸井さんすごいヒット率が高いから大丈夫だとは思うけど。よし、ナイス。何かグダグダだけど5点入ったわ。どうしたんですか。まあいいや、3試合目かな、行こうと思います。高橋投手、純正ではないですね。 OK、 引っ張り警戒。あ、やばい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 、ワンチャンセーフ。何も考えずに打っちゃった今。スクリューだもんね、走るか。あー、ワンストライクだったらもう走んないや。あ、ツーストライクだ。マイナス1か、ちょっと見てなかったぞ。よし、ナイスヒット。マイナス1だったね、ちょっと盗塁に気を取られてたわ、やらがした。やっぱ苦手なんよ、スクリューが。はい、あー、綺麗に。うわ、しかもホームラン。ナイス。スクリューはなんかね、速度感が合わないのかな、なんて言うんだろう。ほい、入った。あー、いらない。稲葉さんといえばさ、この前のあの札幌ドームのレジェンドの試合ですか、試合というか、あれね、札幌ドーム満員だったんですけど、めちゃめちゃ感動した。なんかわかんないけど泣きそうになったもん。札幌ドーム満員はね、なんか久々すぎて本当感動したわ。しかもさ、それでさ、今川選手がホームラン打ったんですけど、今川選手の夢っていうのが札幌ドームの満員でホームラン打つっていうのが夢だったらしいんですよ。打っちゃうんだから、それすごいよね。夢叶えたってすごいと思う、マジで感動した。それもここどうする。いや、ホームラン困るからミート打ちでいきます。うわー、もったいな。いつのビエラ、これ、いつのビエラだったの。ちょっとまあいいや。あーっと、結構古いやつ。ここホームランないっしょ、大丈夫だべ。よし、つながった。さあゴンちゃん、ホームランで終わりだぞ。ちょっと一回見に行っていいっすか。パテスラツーシームスプリットの、あ、全然落ちない。了解しました、見ててくれ。気持ちいいやつ打ったるから。やばい、ツーストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。オッケー。あ、ドキドキする、めっちゃ。これホームラン打ったら最高の試合だよ。あ、
怖っ、もう選球眼が、もうダメ、終わってる、はい、あーマジか、ちょっと早い、急にボールが見えなくなるやつ、オーケーフルカウント、やば、手汗一気に返ってきた、脇汗垂れてきた、やばい、あーちょっと待って、本当にもう緊張するって、どうしよう、打てん、よっしゃー、ナイス、回れ回れ回れ、こんちゃんでサヨナラヒット、オッケー、あ、完璧だ、ナイスでした、ありがとうございました。はい、ということで今回のこんちゃんいかがでしたでしょうか。まあ僕の印象としてはやっぱり純正だったらほぼ確でスピリッツ負けないんで、まあそこが一番良かったかなと思います。まあ結局プロスピはですねスピリッツゲームなんで、まあスピリッツさえ負けなければある程度は打てるかなっていう感じですかね。はい、ということでまあ最後の試合はですねちょっと気持ちよくなかったかなと思うんで、すいませんでしたって感じだったんですが、最後までご覧いただいてありがとうございました。お疲れ様でした。